は、ちぼです。トルコ最終日、これまでになく朝焼けが燃えるようです。朝ごはん綺麗に盛り付けました。ブルブルピラフみたいなのが今回ありましたね。楽しみです。いただきます。ユズキュダル着きました。ミフリマースルタンモスクというのが駅出てすぐにあります。ミフリマースルタンモスクとは、1548年に完成したユスキュダルにあるモスクです。ミフリマースルタンとは、オスマン帝国を最盛期に導いた皇帝スレイマン一世の娘です。設計はオスマン帝国で最も偉大な建築家と言われるミマール・スイナンによるものです。過去の Vlog にも登場したスレイマニエモスクも彼が設計した建築物です。このミマール・スイナン、実は密かにミフリマーに恋心を抱いていたとも言われているそうです。そんな恋心を抱きながら作ったモスク、なんとロマンチックなんでしょう。内装もどことなく女性らしい雰囲気を感じます。ちなみにミフリマーという名はペルシャ語で太陽と月を表すんだそうです。どこまでもロマンチックなモスクだなぁと感じました。クズ軍塾にやってまいりました。早かったなぁ。5分経ってないんじゃないかな。すごい早い。あ、でもなんか、やだ、今振り向いたら素敵。ここほら。いいね。ちょっと落ち着いた街並みですね。めっちゃ来る。ふーんって感じ。野菜屋さんかわいい。お花もある。水仙もある。水仙咲くんだね、トルコで。伝わるかな？これすっごい急勾配の坂なんですよ。すごい坂。ここがギリシャ正教の教会らしいですね。このエリアは様々な宗教や国の方たちが多く住んでいたので、このクズ群塾の街にいろんな宗派、いろんな宗教の建物が建ってるそうです。クズ群塾の山直的な感じなんですかね。なんか後ろに畑があってこういう感じで、こういう漬物とか、あとはこういうドルマとかちっちゃいパンとか売られてますね。ピクル？ピクル？ビグル？あ、ビネグル？いや、シルケに、シルケもなし。おぉ、あ、すごい、パンもでかいな。あ、Thank you! Thank you! テシェッキレーデリン。いただきます。Very nice! ブリゼットリー。今ね、このトマトペーストがすごく美味しくて欲しいんだけど、さすがに飛行機で潰れちゃいそうなんで、今瓶に入れていただいてます。めっちゃ美味しいです。トマトペーストでちょっとなんていうのかな、ハリッサに近い感じ。でも辛くない感じですね。Thank you! テシェッキルエデリーム。何してんの？石油を嗅いでいるのかい？あ、なんでびっくり、すっごいびっくりすんじゃん。でかいねー。大犬だ。第2この看板が猫が出てくるかもしれないよっていう注意看板らしいですね。イスタンブールらしいですね。すっごい可愛い、なんかフリフリのお家があります。フリルの装飾がついたお家、可愛いですね。これ今女の子もね、今自撮りしたり記念撮影撮ってて、これはすごい可愛いですね。色味もちょっとくすみカラーでおしゃれです。めっちゃ可愛くないですか、このコート。今ちょっとたまたま見かけちゃって入って試着したら可愛い。え、どうしようこれ。めっちゃ欲しいんだけど、でも高そうだな。今ですね、服試着してたらめちゃくちゃ可愛いコート見つけちゃって、高いんだろうなって思ったら意外にも、はい猫、意外にも2400リラとかで結構安かったんですよね。意外と1万2000円ぐらい、もっと高いと思ってたんですよ。トルコ物価上がってるし、ちょっとね、買っちゃおうかなと思ってて。お、来た。ね、キャッシュだと値引きしてくれるんだけど、キャッシングして買おうか悩んで。なんだよ猫にゃんこ太郎、にゃんこ太郎、おらおり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 お前、おら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 にゃーん。うわ、すごい来るじゃん。なんかすごい、まただから私の、あ、かわいい。お尻ポンポンポン。なあ、すげえ来るな、お前。お前すごい来るな。もう、何してんの？何をしてるの？何をしてるの、さっきから。あー、かわいいな、これ。かわいいな。はい、いい、来て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 。あ、すごいすごい。あ、乗ってきた、乗ってきた。乗ってきたじゃん。あ、そこまただから。うわー、すごい来るじゃん。にゃー、
すごい泣くね、あんた。お前ほど泣く猫は初だよ。これ猫好きにはたまらん。にゃー、ちょっとスーパーでどんなものが売ってるのかを見ようと思います。これよく見る即っていうスーパーですね。大きいね。唐辛子40リラ、ザクロ35、キュウリ、ナスもでかいな、ツヤツヤ。コーラは33トルコリラ。オレンジジュースは値下げされてますね。やっぱりナッツはこういうとこで買う方が安いのかなという感じがします。これぐらいで買える、200〜300円ぐらいとかで買えるのかな。ちょっとお家でトルコ料理作れるんで、こういうのも買ってこうかな。安いですね、この8リラとかなん でしかもね、私の大好きな花嫁のスープというエゾゲリンショルバの元みたいのがね、ここに売ってるんですよ。20トルコリラなんで100円ぐらい。これちょっと私買ってこっかな。チーズもいいなぁ。500g 入ってて、これ500円か。こういうのってでも量冷蔵いいのかなぁ。常温で持ち帰って、まあ別に腐らないか。ハシ・メフメとアリ・オズドゥルクモスクはクズ群畜の丘を登ったところにあるモスクです。残念ながら中には入れなかったですが、急な坂を登った丘からの眺めも美しく、また観光客も少なかったため、静かで落ち着いた雰囲気を味わえました。歩こうかな。ユスケダルに戻ってきました。お昼ご飯はついにケバブを食べにこちらのお店に入りました。うまそうだ。どれにしよう。かっこいい。取れよって言ってくれました。おー、あ、ソーリー、ソーリー、グッグッグッナイス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 。あ、なるほど、そこに乗せるんだ。あ、そっち重さを測ってってことね。おー、グー、ベリーグー。届きました、ケバブミックスです。この器ないですね。この銅色のかっこいい銅でぐるっと縁取られたお皿、いいですね。上にはこの薄っぺらいナンみたいのが乗っかってるんですが、オープン。4種類ぐらいのミックスされてるのかな。薄切りのやつ、ひき肉のやつとチキンとかいろいろ入ってるっぽいですね。あとはトマトとお野菜と、下になんか、下にもさらにまたパンと小麦みたいのが入ってますね。ぐるぐるかな。いただきます。すごいサイズ感。いただきます。まずはひき肉のやつ。めちゃくちゃ美味しい。なにこれ、めっちゃ美味しいんだけど。え、こんな美味しいの、ケバブって。美味しすぎない？ちょっと赤いお肉のやつ、ごめんなさい、本当美味しいしか言うてないけど、本当に美味しい。ちょっと待って、全部美味しい。これもチキンかな。待って、全部美味しい、すごい。これはキョフテかな、キョフテっぽい。美味しい。内食ケバブでもいいぐらい、ガチうま。
マジでちょっと後回しにしすぎた。どこでも食べれると思ったから、ケバブは。ちょっと他のものを優先的に食べちゃったんですよ。いや、もっと早くに食べればよかった。ここは、英語のメニューもあったし、メニュー名と説明書きがあったので、日本人の方でも注文しやすいと思うし、商品わかると思います。店内も綺麗だし、このお皿の雰囲気とかも銅のお皿出てくるので、なんかテンション上がるのでいいんじゃないでしょうか。おすすめです。今お茶屋さんに入りました。外の席でお茶来るの待ってます。来た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 。さあ、 Thank you。 はい、ではお茶いただきます。あ、美味しい。あー、あったかい。あったまる。お昼ご飯を食べてちょっとフラーっと回って、今お茶休憩をしているところなんですが、どうですかこのコート、可愛くないですか。この買ったコート、いいよね。ちょっとガウンっぽい感じの形もお気に入りなんですけど、色がね、いい。なかなか日本でこういう色味ってないじゃないですか。しかも1万円ぐらいで買えて、ちゃんと素材もウールなんですけど、よかったです。いいお買い物ができました。もともとはクズグンチュクを行った後に角教諭を降りて市場バザールみたいなところを見ようと思ってたんですけど、今ねちょうどそういう場所ちょっと見れたので、角教諭はちょっと今回省略して、新市街まだ1回も行けてないんで、今からちょっと新市街行こうかなとか思っております。今お茶をしております。チョコレートとピスタチオのケーキとアメリカーノを頼んでですね、2つで200トルコリラぐらいですね。もうちょっと若干観光などどうでもいいぐらいの感覚になって、おや休憩し始めてますね。はい、ではいただきます。なんかすごい、ここのすごいな、なんかビニールテープみたいなぐらい、食べ物というよりかビニールテープのような。あ、でもすごいよ、チョコいっぱい入って濃厚そう。あ、めっちゃ好きなやつだこれ私。イエーイ。いけいけ、いただいちゃう。あ、もう剥がれちゃった。おいしい。あ、大好き。これチョコムースだ。めっちゃ好き。チョコ好きの人にはたまらないと思います。ムース、濃厚なムース、なんか強力粘着テープぐらい剥がれなくなっちゃった。最終日の夜ですけど、やっと新市街のカラキョイの方に来ました。特にやることないんですけど、適当に街をぶらつこうと思います。綺麗。今ガラタ橋のところから見てるんですけど、すごい綺麗。向こう側のモスクがとても綺麗です。でガラタ橋の下の方はこういう感じで飲食店がね連なってるみたいですね。私行ってないんですけど、賑やかな雰囲気が伝わってきます。またきらびやかなところに来ましたね。ここはなんだ。あ、これバルク駅メッキだからサバサンドだ。ハロー。ハロー。はい。おお。レディー、ハワイオ。Yes, イーム。イーム。イーム。ここは結構お魚メニューが多いのかな。お？あ、またサバサンド。あ、サバサンド。Baluk ekmek? Baluk ekmek, yes. Yes, 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 yes. And Baluk ekmek, very good. Oh, Balkan, nice view photo. Ah, that's beautiful. Yeah, oh, yeah. いい写真が撮れるそうです。Don't go in India. This is the shittiest place you can ever eat in. Yeah? 何、何、何? It was crazy, crazy. Crazy, crazy. You crazy, very crazy. なんか喧嘩始めた。よくわかんないけど。全然わかんないけど。You crazy, very crazy. 怒ってる。喧嘩してる。やめてくれよ。仲良くやれよ。なあ。で、あ、こっからわかるかい？いるね。あ、猫もいる。賑やかなレストラン街を抜けて海沿いの小さな広場にやってきました。そこではみんな階段状のベンチに腰掛けて景色を楽しんだり、仲間と談笑したり、それぞれの時間を過ごしていました。私も腰掛けてぼーっと景色を眺めてみたり、カメラを構えて写真を撮ってみたり、ちょっとだけ物思いにふけってみたり、自分の時間を濃密に味わいました。ガラタ島に向かうまでにギャラリーがあって、そこで見た絵がとても気に入りました。気になる方は本人のインスタで作品が見れますよ。ガラタ島です。街はとても賑わってます。今9時前なんですけど、とても人がいっぱい、ここら辺には集まってますね。
小1時間ほど散策して荷物を取りにホテルに戻りました。チェックアウト後でしたが、シャワーを貸してもらいました。だいぶ端折っている気がしますが、これからイスタンブール空港に向かいます。時刻は12時です。だいたいもう終電に近いぐらいだと思います。トラムもに乗って、今とりあえずアクサライ駅近くからハワイストという空港行きのバスが出てるんですけど、バス停の方に向かおうと思います。最後ラストのご飯は、アダナケバブのラップにしました。やっぱどうしても食べたかったので。なんか続いてはチャイを無料でくれましたね。さっきチャイが飲みたいって言ったら、チャイはねえよって言われて水が飲んだんですけど、あったみたいですね。来たー、ラストのトルコ飯は私がお昼に食べて気に入ったアダナケバブのサンドラップです。いただきます。イスタンブールのラストにまだ食べれてなかったバクラバを空港で85かな、トルコリラちょっと高めだったんですけど、これを買ったらなんか飲み物をスタッフさんがプレゼントするよって言ってラテをくれました。すごい嬉しい。トルコ Vlog これにて終了。後半あまり動画を残せていなくて断片的ですみません。次回はいよいよアブダビ、10時間トランジットでサクッと観光編です。一面ゴールドの豪華すぎる大統領宮殿を訪れたり、アラブ飯を堪能したり楽しんでます。この動画が面白かったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムでも写真でお伝えしてます。概要欄プロフィールからチェックお願いします。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。